第100回箱根駅伝区間予想、今回は創価大学編。創価大学の躍進を支えた主力が卒業も、新戦力の台頭で上位を狙える戦力の整った創価大学、優勝を目指して頑張ってほしい。それでは一気予想からどうぞ。一気予想は桑田大輔選手。創価大学が毎年非常に重視しているこの一区、今年は11月の世田谷ハーフで7位入賞、その後の日体大記録会でも1万メートル28分11秒と勢いに乗る桑田選手が走ると予想。ハイペースの1区になることも十分想定されますが、僅差で襷リレーをしてほしい。2区予想はスティーブン・ムチーニ選手。番宣ならば2区での出走が予想されたリーキー・カミナ選手がまさかのメンバー外も、ムチーニ選手もエース級の力のある留学生。全日本でも悪い流れの中、エース区間7区で区間4位としっかり結果を残しているだけに、初の箱根でも安定した走りに期待したい。3区予想は小暮英輝選手。ハーフ自己ベスト62分18秒と長い距離に強く、前回の箱根でも出走が期待されていた小暮選手。下り基調のコースが得意なだけに、往路3区で輝いてほしい。4区予想は吉田亮選手。出雲全日本ともに最長区間のアンカーを任され、全日本ではチームの順位を3つ押し上げる快走。単独走に強く復路9区を予想する人も多そうですが、すでに主力へと成長した吉田亮選手には往路4区を走ってほしい。僕予想は吉田響選手。今シーズン東海大学から編入するとブランクを感じさせない走りで出雲全日本ともに5区で区間賞を獲得。上り適性が抜群でプレッシャーにも強い選手だけに、1時間8分台で山の神誕生に期待したい。6区予想は川上翔太選手。山下りの候補として名前の挙げられている斉藤空選手とも迷いましたが、上尾ハーフでチームトップの成績を残した川上選手を予想。東海大学で6区山下りで活躍した兄の川上雄二選手と同じような快走に期待したい。7区予想は市丸潤太選手。出雲駅伝は1区で好走するも、全日本大学駅伝では3区区間13位と悔しい結果に終わった市丸選手。スピードを生かせる7区で苦しい走りとなった全日本の悔しさを晴らす快走に期待したい。8区予想は野澤雄馬選手。アップダウンに強く前回は5区走りましたが、吉田響選手が加入したため、今回は遊行寺の上りのある8区と予想。先日の交差10マイルでもしっかりと結果を残しただけに、この8区で素晴らしい走りを見せてほしい。9区予想は山森隆起選手。今季の駅伝シーズンでは出雲で区間賞の活躍も、全日本は2区区間13位の悔しい走りとなった山森選手。往路3区や4区での出走を予想する人も多そうですが、山森選手を袋に回せるくらい層が厚いのが今季の創価大学の強み。最後の箱根駅伝で悔いのない走りをしてもらいたい。10区予想は上杉博人選手。上尾ハーフで自己ベストをマークし好調をアピールしている上杉選手。長い距離に強く単独走も得意なだけに、アンカーの10区で素晴らしい走りに期待したい。いかがでしたでしょうか。往路1区から4区でどれだけ粘れるかが正直未知数ではありますが、良い流れで襷を渡せれば5区の吉田響選手で一気に往路優勝も見えてくるのかなと思います。というわけで皆さんの区間予想もぜひ教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。